マルタの位置1920年代後半のアーガスワスプから発艦するスピットファイアクラブラントは第二次世界大戦中敵の攻撃下にあったマルタへ航空機を補充する作戦に対する非公式な名称。1941年から1942年の間、数軸国はマルタを降伏させるか軍事基地として機能しないようにしようとした。マルタの重要性は そこが北アフリカへの数軸国軍への補給路に対する攻撃を行うための拠点であるという点にあった。イギリスが本国の防衛にあたる戦闘機を割いて送ったことがマルタの重要性を示している。マルタは1814年以来イギリス支配下にあり、ジブラルタルからアレクサンドリアの中間で唯一イギリスの軍港が存在し、ドック、修繕施設、補給施設を備えていた。 中部地中海偵察の重要な航空基地でもあった。クラブランはジブラルタルを拠点とする H 部隊によって実行された。H 部隊は巡洋戦艦レナウン、空母アークロイヤル、巡洋艦、シェフィールドや F9 駆逐艦からなる第8駆逐軍から構成されていた。マルタの防空は非常に重要であり、航空機の継続的な補充が必要であった。戦闘機や 来撃機が求められていたが、それらは航続距離不足のためジブラルタルから直接マルタへ飛行することができなかった。その解決策が空母で航続距離内まで運び、そこからマルタの飛行場へ向けて発進させるというものであった。戦争勃発時、爆僚長委員会ではマルタの防衛は不可能だと考えられていた。そして、それは後の再高の際も指示された。 そこでは、マルタの抵抗力強化のために取り得ることは何もないと述べられている。ウィンストン・チャーチルはそれには賛同しなかった。彼は1940年7月に、ハリケーンは最初の段階から飛ばすことができると主張した。これにより、第1回目のクラブラン、ハリー作戦が空母アーガスを用いて実行されることになった。数軸国空軍は、 クラブランに対する対抗策を展開した。それは移動途中の航空機に対する攻撃や着陸した機が補給をする前に攻撃するというものであった。カレンダー作戦でアメリカ空母アスプによって運ばれたスピットファイアは40機が地上で破壊された。だが次のバワリー作戦ではドイツ空軍は裏をかかれイギリス戦闘機は上空で敵を待ち構えていた。 また空母も主要な攻撃目標となり、作戦成功のためにはより多くの護衛や複雑な作戦が必要とされた。それにもかかわらず、空母アークロイヤルは撃沈され1942年4月から5月までアメリカ空母ワスプがクラブランのために貸し出された。マルタ上空での航空機の損失は、クラブランが航空機を運ぶベルトコンベアのようになるほどであった。 ジブラルタルへ運ばれた航空機は空母に移し替えられて発信場所まで運ばれその間にイギリスからさらに航空機が運ばれていた箱詰めにした状態で航空機を運びジブラルタルや空母上でそれを組み立てるといった方法でも輸送量の増大が図られた1942年初頭より新しいドイツ戦闘機に対抗するためにスピットファイアが必要となっただが 外部燃料タンクの欠陥のため2度のクラブランが、とんざし、ジブラルタルでの改良後に再度実行しなければならなく、なった。カレンダー作戦において、準備不十分な状態で届けられた機は、マルタ爆撃の餌食器となった。そして、バワリー作戦では、ワスプ艦上での外部燃料タンクの改良が必要と、なった。1942年10月以降はスピットファイアが、 ジブラルタルからマルタまで飛行できるようになり、クラブランの必要はなくなった。ありがとうございます。